お疲れ様です、吉谷さん。ちょっと前後するんですけど、不妊治療についてね、お話しくださったところがあったんで、私から経験者としてお話します。不妊治療はだいたい年間で200万前後かかるところからプラスアルファって感じですよね。で、いろいろと考えることがあるの、その根底にはですね、お金があることって大事なんですけども、こうクリニックに行くと、明日の午後から来てくれるかって言われたり、来週の火曜日抜けてくれるかっていうことを言われるんですよ。その時は断れないんですよ。断ると不妊治療のスケジュールが壊れるんですよね。ですんで、病院が設定した、クリニックが設定したスケジュールに沿って私たちは、まあ、行かない、現場にね、体を持っていかないといけないので、お父さんもお母さんも。だからね、仕事をされてる方がほとんどだと思いますけども、突然の早退とか突然のお休みをたくさん取るようになるんですよ。だから、心苦しくって、職を離れるってことが起きるみたいです。あと、お金ですけども、生活費の他に不妊治療のお金が、ほんとね、予告なくバン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 かかってくるんですよ。安い時で日々2万3万、高い時で40万50万。これが会計の時にいくら来るかわかんないんですよね。で、ドカンってくるんですよ。で、私は普段、お財布に30万とか40万入れていたんですけども、それでも足りない時が何回かありましたね。たまきましたね。一応年間で200万と思っていたんですけども、まあまあ、そのぐらいの予算で間違いなかったかなと。で、不妊治療は1年半ぐらいかかって、男性の方はね、サプリメントを結構高額なやつ、毎月5万ぐらいのを取ってましたね。で、そうすることによって短期血栓にしようと思ったんですけども、1年半ぐらいかかりました。あとは、女性の方なんですけども、不妊治療はストレスがかかりますんでね。そう考えたら、不妊治療に行った帰りには、ちょっとレジャーを用意しないとなとか、外食を用意しないとなっていう気遣いもあるんで、結構本当、余裕がないとできないですね。だから本当に私は恵まれてました。その他に育てるのに育児にお金かかるんですよ。私の行ってるインターナショナルスクールは年間200万ですからね。いってらっしゃい。